全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、社会保険労務士の長塚です。先日、双子の弟との何でもない会話の中でゾンビのいる世界の話になりました。バイオハザードやウォーキングデッドなどのゾンビたちがいる世界に行くとしたら何を持っていくかについて話し合いました。無人島に一つ何か持っていくとしたらのゾンビバージョンですね。私は真っ先に銃が思いつきました。銃があればゾンビを倒すことができますね。弟の答えはガンダムのような巨大ロボでした。いや、それは反則じゃん。弟曰く、一気にゾンビを倒せるし、操縦席にいればゾンビに襲われることがないからです。確かにそうかもしれませんが、巨大ロボは非現実的ですよね。ゾンビの世界も非現実的ですが、武器を持っていくのもいいですが、次にゾンビの世界での生活の仕方も問題になります。生活面で何を持っていくか私も悩みました。まず電気、ガス、水道などのライフラインが使えるのかも問題になりますね。携帯、食料、その状況によって必要なものって変わりますよね。私はいろいろ悩んだ結果、答えが出ませんでした。あくまで妄想の話なので答えが出なくて大丈夫ですが、これが現実の話だと大問題です。その状況によって答えが出ないと大変なことにもなりかねます。これは障害年金にも同じことが言えます。障害年金の申請を行おうと思っても、提出する書類は何が必要か答えが出ないと障害年金を受け取ることができません。また作成する書類に何を書けばいいかわからないと手続きが進まないと思います。全国障害年金パートナーズは、うつ病の障害年金専門の社労士事務所です。うつ病のあなたが障害年金を受給できるようにサポートをします。無料の電話相談も行っています。あなたからのご連絡をお待ちしています。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、動画のリンク先から判定を申し込みください。